ここが大雄山鉄道の塚原駅の駅の場所です。今実際に見ている方角が小田原の方向で、この川は酒川川の支流であります。で、船はちょうどこの真ん中から、神へと上がってまいりました。そして西のこの山々連山を、舐めるように入ってまいりまして、そして、一番汽水の深かったこの塚原の川の真ん中であると思いますが、ちょうどここの、こんもりとした中段にある丘グリーンヒル、この山の両端に船は係留されたのであります。そして実はこの場所がなぜ徐福がここだと決めたのかということですけれども、実はこの山が下がったに、北側のところを見ますと、実はここにちょうど富士山の頭が見えるのです。つまり徐福たちは富士山に入植しようという目標のもとに来ました。それとまたさらにこの徐福たちは秦の始皇帝の兵隊の目を逃れて逃げてきたわけですから、当然、入ってきた船に見つからないように、後を追っかけてきた船に見つからないように、このように入江の奥へ奥へと入って、そして船を隠すという目的があったために、このグリーンヒルの丘を利用したのではないかというふうに考えることができます。で、またこの先へと行きますと非常に山は険しくなってまいりますので、大きな荷物を積んだ船舶から、荷を下ろして入植するということに関してはちょっと大変なことがあるだろう。そこで一時的にこのような平らなグリーンヒルのような場所を選んで入植をしたということが十分考えられます。で、皆さん、これが、八丈島に数千個ある、その、子供たちを連れてきた時の船をそこで破壊をして、もう子供たちが戻れないようにした時の玉石です。そしてまた三浦半島の車で、徐福たちが来た時に、難破をしてしまった船に積んであった石とまた同じものであります。そしてこの向こう側にありますグリーンヒルの塚原から出てくる石も全くこれと同じです。この証拠物件というのはもう変えることのできない絶対的な成分から中のプランクトンの化石になったものから、先頭港上海の上流のこのから取れる岩石、この岩石であるということが間違いない。これはもうそこで先頭港ので作られた船、また先頭港の河口で作られた船にこの玉石がウエイトとして積載されたわけです。で、この玉石があのグリーンヒルから出るということは、まさしくここが徐福たちの到着した場所である、つまり入植した場所であるということが言えます。また全国の徐福研究会の皆さんもこの玉の石を基本にして、河川またはその徐福がついたと思われる地域、もちろん地盤が上がっているところもありますので、それを考慮しながら計算をして、探していただけますと、この埋蔵物が証拠品として出てまいりますので、ぜひ、湘南徐福会というものの方へ、レポートをしていただければと思います。そしてこのどのような分布であったのかということを皆さんと一緒に研究をしていきたいというふうに考えています。あの丘がグリーンヒルです。で、グリーンヒルのふもとにちょうど位置していますけれども、驚いたことに、一面のお茶畑です。このお茶畑は食べてみますと、
中国茶です。静岡のお茶ではありません。このようにスロープがだんだん上がっていくところに、お茶畑があるのはおそらく移民船に上福はお茶の葉を積んできたと思われます。まあ、それ以上に様々なものを積んできたと記録にはあります。皆さん、ここがグリーンヒルの川のちょうど支流の、また支流になって矢作川っていう方向と、この北側へ回り込む川の支流の交点です。で、船は両方の、川沿いに沿って、まあ、ここが一番深い、喫水が深かったということから、この上をずっと上がっていったというふうに考えられますので、この川の底に、船舶の丸石は、一部転がり落ちていると考えていても妥当であるというふうに考えます。